ウルスラ病院か。その先生ってのは前にキーアの記憶喪失の相談に乗ってもらった人物か。ネン。ええ、ユアヒム先生という薬学と神経科の准教授です。以前話した時、薬物に関しては相当詳しそうな印象でしたが、なんとかその先生が頼りになるといいんだが。課長？その、何か気がかりでも？まあな、筋力、スピード、集中力、勘、そういうものは薬物で生理的に高めることはできるのかもしれん。だが、月ってのは上げられるのか？それは普通に考えたら無理だと思いますけど。でも、あのガンツさんは月もすごかったという話よね。ああ、どんなギャンブルも勘と駆け引きだけで勝ち続けられるもんじゃねえ。女神を味方に引き入れたか、それともあくまでも頼ったのか。いろいろと謎は多そうだな。ティオ、できればそのあたりのことはきちんと確かめてくるといい。はい、そのつもりです。どうしてティオに？何かあるのかしら。네가계속쟁이꾸웅에있네뭐때문에그런지몰라도나그럼바로병가면되는거지그냥할것도다했고가자경찰차부럽네경찰인데경찰차가없어허허さてと、ユアヒム先生の時間が空いているか確かめないとな。まずは受付に行きましょう。また釣りとかに行ってなきゃいいんだが。ありそうですね。설마에이또잡으러가라고에이순탄하게좀진행하자あら皆さん、セシルさんにご用ですか？いえ、実はまたユアヒム先生に相談したいことがありまして。お時間がもらえないか問い合わせていただけませんか？ええ、お安いご用です。ああ、ユアヒム先生いらっしゃいましたか？先生にご来客ですけど、今お時間は？え、都合が悪い。何か診察や研究でも？ああ、わかりました。釣りに行こうつもりですね？ダメです。勤務時間中はきちんと仕事をしてください。相変わらずみたいだな。普段はとても優秀な医師みたいですけど。ええ、支援課のロイドさんたちです。はい、はい。ではこのまま研究室にお通ししますね。ユアヒム先生がお会いになるそうです。どうぞ研究棟の方へ。どうも。お手数をかけちまったみてえだな。失礼します。ようこそ。よく訪ねてきてくれたね。突然お邪魔してすみません。なんだかご趣味の邪魔をしてしまったようで。いやー、午後のこの時間はノーブルカルプを釣り上げる絶好の時間帯なんだけど。でも来客ならば仕方ない。君たちを逆恨みする気なんてこれっぽっちもないさ。うん、なんだか思いっきり恨まれてるような気が。筋金入りの釣りバカみてえだな。まあ軽い闇はこれくらいにして、今日は一体どうしたんだい？てっきりキーヤ君を連れて相談に来たと思ったんだが。いえ、実は別件なんです。その相変わらずキーヤの記憶は戻っていないんですけど。そうか。個人的には一度検査入院をしてもらった方がいいと思うが。その本人にもそれとなく勧めているんですが、その気になれないみたいで。すみません、
問題を先送りにしていますね。まあ焦らずにゆっくりと考えるといい。それで別件というのは僕の専門に関わる話かい？ええ、まさにそうなんです。こちらの薬をご覧になっていただけますか？ほう、これはなんだ。この青色は着色料にしては様子が。この錠剤はとある人物が持っていたものなんですが、俺たちは違法性のある薬物ではないかと睨んでいます。なるほど、詳しい話を聞かせてもらおうじゃないか。なるほど、そんなことになっているのか。의자하나좀가져와서앉으면안되나？저렇게서있어야돼？벌받는것도아니고。それで、ヨアヒム先生、この青い錠剤について何かご存知ではありませんか？どこかで開発された新薬とか。残念ながら見たことのないタイプの薬だ。僕は専門柄各国にある製薬会社と付き合いがあってね、開発された新薬のサンプルは大抵回してもらっているんだが、こんな色の錠剤は見たことがない。そうですか。しかも聞く限りにおいて効能についても尋常ではない。筋力、集中力、反射神経、そして判断力と直感力、それら全てを高めるというのは。そのまだマフィアたちがこの薬を服用していたかどうかは確かではないんですが、実際確認できてんのはあの行員だけだしな。イアン先生から聞いた話もまだ噂の息を出ていませんね。うん、いずれにせよ得体の知れない薬物であるのは確かなようだね。わかった、3錠ほど預からせてもらうよ。早速成分調査をしてみよう。ありがとうございます。その成分を突き止めるのにどのくらいかかりそうですか？薬の現物もあるし、症状などの手がかりもある。今日中には主成分くらいは突き止められると思うが、逆にそれで突き止められなければ結構長引くかもしれないな。そうですか。まあ明日の午後くらいに通信で連絡させてもらうよ。それで構わないかな？それで結構です。どうかよろしくお願いします。これで一安心ね。そういえば副作用や中毒症状の可能性はどうなんでしょうか？うん、それも調べてみないと何とも言えないんだが、念のためその行員の関係者には何かあったらこちらに相談するよう伝えておいてもらえるかな。他の服用者が見つかったら同じ手配をしておいてほしい。承知しました。やれやれ、どんだけ出回ってることやら。街でそれっぽい噂もちらほら聞いたくらいだし。さすがにルバーチェに連絡するのは無理そうですが、本当に構成員が服用していたら副作用などが心配ですね。確かに。先生、やはり副作用の危険が。ああ、いや、そうじゃないんだ。ふと前に聞いた噂を思い出してしまってね。前に聞いた噂？どんな噂っすか？参ったな。改めて説明するほどの話でもないと思うんだが、数年前、製薬業界の方面で奇妙な噂が流れたことがあったんだ。とある狂信的な宗教団体が不思議な薬を作り出したとね。狂信的な宗教団体？七曜教会の異端的な一派ということでしょうか？いやいや、そんな生優しい連中じゃなかったらしいよ。何でもエイドスの存在を否定し悪魔を崇拝する、そんな教団だったらしい。あ、悪魔を崇拝？なんかいきなりうさんくさい話になったな。確かに僕も突拍子もない話だと思ったが、ただその薬の効能というのがちょっと気になってね。何でも悪魔の力を借りることで人間の潜在能力を開花させ、運すら呼び込むものだったらしい。そ
それって今回の薬物の症状と同じ。あのヨアヒム先生、その薬の名前は何か聞いていませんか？ああ、何だったかな。そうそう、思い出した。グノーシス。そんな風に噂されていたかな。グノーシス。なんだかとても思わせぶりな名前ですね。まあ、あまりに荒唐無稽だからすぐに消えた噂話だったけどね。ただ去年リベールの異変で奇妙な組織が暗躍していたという噂話もあっただろう。今更ながら気になってね。エステルたちが言っていた結社のことか。悪魔崇拝の教団、何か関係があるのかしら。いずれにせよ、青い錠剤の正体を突き止めるため同業者には当たってみるつもりだ。ついでにその噂についても何か続報がないか確かめてみるよ。お願いします。悪魔の力を借りる薬ね。なんだか最後に奇妙な話を聞いたけど、とりあえず薬の成分調査は先生に任せておけば良さそうだな。ええ、そろそろ夕方だし、クロスベル市に戻りましょう。一課からの捜査報告書が届いているかもしれないわ。やれやれ、今夜は書類とにらめっこになりそうだな。아니이렇게대놓고불안해하는애한테아무도신경을안써주는거야？너무하지않냐？さてと、もう夕方だし、バスでとっとと帰るとすっか。そうだな。こういう時にやっぱりバスはありがたいわね。ティオ。なんだ、ティオスケ。さっきから妙に静かだな。別に、そんなこと。ティオちゃん？夕日でわかりにくいけど、あなた、顔が真っ青よ。で、問題ありません。少し気分が優れないだけで。おいおい、問題ないじゃねえだろ。とにかく、どこか休めるところでも。パロ、病院行っちゃな、病院。ティオ、大変。すぐに医者か看護師を呼んでくる。ああ、頼む。어떻게되려고일어났또よかったわね。ただの貧血で、しばらくしたらすぐに目を覚ますと思うわ。そっか。よかった。はあ、どうなることかと思ったぜ。でもごめんなさい、私のベッドを使わせて。ちょうど病棟の方に空いている個室がなくて。いや、助かったよ。ここの方がティオも落ち着けるかもしれないし。セシルさん、ありがとうございました。気にしないで。今夜は私も夜勤があるし、なんだったらこのまま朝まで寝てもらっても構わないから。それじゃあ私は失礼するわね。あ、うん、お疲れ様。あざーす、お疲れ様でした。ティオ、もう少し早く気づければ。考えてみればヨアヒム先生の話を聞いている最中くらいから様子がおかしかったものね。それも確か悪魔を崇拝する連中が作ったっていう薬の話か。いいですよ、何を聞いてくれても。
ティオ。起きたのか。よかった。ったく、心配かけやがって。あまり気を使わないでください。薬物操作に携わる人間として皆さんは聞く必要がある。私の知っている情報を。あのな、ティオ、俺たちがティオの気の進まない話をわざわざ聞こうとすると思うのか？え？もちろん捜査も大事だけど、それとこれとは話が全く別よ。私たちにとってあなたは同じ仕事に携わる同僚だけど、それ以前に何よりも代えがたい仲間だと思っている。他人には秘めておきたいそいつならではの事情はあるさ。ま、俺の過去についてはちょいとばかりバレちまったが、ティオスケ、お前がそれを知られたくねえってんなら、俺らは全力でお前に協力するさ。エリーさん、ランディさん。そういうことだ。でも、もしティオが俺たちに話したいんだったら、話すことで少しでも気持ちを軽くできるんだったら、だったらその重荷はぜひ受け持たせてほしい。ロイドさん。よくそんなに恥ずかしいセリフを言えますね。ロイドさんだけでなく、エリーさんもランディさんも、お二人ともロイドさんに影響されてるんじゃないですか。そうかもな。確かに否定はできないわね。否定してくれよ。ロイドさんには前に少し話しましたが、私は5歳の頃、両親と離れ離れになりました。とある狂信的な宗教団体に拉致されることによって。そいつは。その教団の真の教義や目的は今でもわからないそうですが、ただ彼らはエイドスを否定し、悪魔を崇拝することで何かを得ようとしていました。私を含めた他の子供たちはその供物だったんだと思います。供物？供物といっても生贄とかじゃありません。そんな目に遭った子もいたのかもしれませんが、その教団はいくつものロッジを持ち、ロッジごとに様々な方法での儀式を試みていたようでした。そして私が連れて行かれたロッジで行われていたのは、儀式という名の人体実験でした。人体実験。ひょっとしてお前の感能力のことか。はい、薬物を投与され、全身にセンサーをつけられ、考えつく限りのやり方で五感を高める試みが行われました。さらには強制的な暗示と精神的な負荷をかけることで霊感のようなものまで高められ、3年間、それが毎日のように続きました。そんな。それでも私は幸運な方だったかもしれません。私以外の子は全員が耐えきれませんでした。一人また一人と周りから子供がいなくなって、ついに一人になった頃、私は手に入れていました。分厚い岩壁の向こうで他の子たちが挙げた最後の悲鳴を聞き取れるくらいの感応力を。ティオちゃん。外道どもが。
そんな時でした。私のいたロッジにロイドさんのお兄さんが、ガイさんが乗り込んできたのは、ガイさんを含めたチームは教団の信者たちを無力化しながらロッジを制圧していきました。抵抗は激しく、制圧された途端自決する者がほとんどだったそうです。そうした屍を踏み越えながら儀式の間にたどり着いて、ガイさんはただ一人の生き残った子供を発見しました。ガイさんに保護された時、私は衰弱しきっていました。そしてこの病院に連れてこられ、数ヶ月の間療養して、そこから先は以前ロイドさんに話した通りです。そうか、ティオちゃん、皮肉なものですね。あれだけお世話になって感謝していた人だったのに、3年前ガイさんが亡くなったことを聞かされた時、私はあまり悲しくなかったんです。まるで手に入れた力と引き換えに人間らしい感情を失ったような、そんな不思議な考えすらありました。ティオ、多分私は聞きたかったんだと思います。眩しいくらいに前向きで力強かったあの人に、私のような欠けた存在がどう生きたらいいのかを。でも結局その答えは聞けず、エプスタイン財団に引き取られて、そして支援課に来て、皆さんと一緒に暮らしていて、やっぱり今でもよくわからないんです。どう生きたらいいのか、どうして私が生きているのか。ティオちゃん、お、いいじゃない、わからなくったって。そんなのは私たちだってあなたと同じなんだから。え、なぜ生きてるのか、どう生きればいいのか、そんなのが分かってる人間なんてそうそういるもんじゃないさ。俺もエリーもランディも誰だって同じさ。ああ、俺なんざ特に自分の道を見失った口だが、それでもティオスケ、お前真面目すぎるんだよ。そんな難しい問題を急いで解いてどうするんだ。でもそれでも気になるなら答えを探し続ければいい。ただ焦る必要はないし、一人で探す必要だってないんだ。俺たちが一緒に探すからさ。もちろん私もよ。ランディだって課長だって、キーヤちゃんやザイトだって、みんな力になってくれるわ。あなたがその難しい問題の答えを見つけられるのを。エリーさんもランディさんもロイドさんに感化されたみたいに、本当に聞いてるこちらが恥ずかしくなってきてしまいます。どうしてそんな。ま、それも巡り合わせだろう。支援課を選んじまった時点で俺たちは同じ誰かさんの被害者だ。そうね、そういう恥ずかしい思いも分かち合ってもらわないとね。なんで俺が加害者になってるのかわからないけど、ま、分かち合うってのは俺も賛成だよ。恥ずかしい思いだけじゃなく、辛い思いや苦しい思い、それからもちろん嬉しい思いや楽しい思いも、それが
仲間ってもんだろ。もう恥ずかしくて暑苦しくてこんなにいたたまれないのに、でもなんだか悪くない気分です。그뒤로이디랭은티오와함께버스타고밤에크로스벨시로돌아갔다지원가로돌아가서지친티오를방에서일찌감치쉬게한뒤로이디랭은다시세르게이와이야기하기로했다멍멍이귀엽네